広島にも実は原爆が落ちる前から未だに建っている建物がいくつかあります。でその一つは、今、平和記念公園のレストハウスになっている建物です。で、ここは実は2階は、広島フィルムコミッションが入っていて、我々がロケーションハンティングの時の、基地にしていた場所になります。どうですかね。映画の中で昔の時代を描いた時に、それは全部もうこの世に存在しないイメージだと思えばよいのか、それとも自分もそこへ行けばまだ同じものが立っていて触ることができると思うと、どっちが幸せかなと思ったんですね、観客にとって。なので、原作、河野文夫さんの漫画には登場しないんですけど、その建物を映画の中に登場させようと思いました。だからいくつか他にも、そうですね、原爆が落ちる前にはデパートだった建物が、いまだにデパートとして広島で営業していたりもします。そういうものも、画面の中に登場させようと思いました。でその広島平和公園の今、レストハウスになっている建物も、呉服店。呉服店。日本のそうですね、着物をこう売るお店だったわけですね。当時としては結構大規模なお店だったはずです。でこれをその当時の姿のまま描き、それから、今そこへ行っても、それを同じ場所に映画の観客が立つことができるですから、触ることですらできるというような体験をさせたいなと思って、この建物を映画の画面に収めようと思ったときに、しかし手前に立っている建物もきちんと描かなければいけないということに気がついたわけです。でもこの建物には、手前に立っているのは大津屋さんっていうお店だったんですけど、この大津屋は、写真がまるで残っていなかったです。それから、この建物は原爆より以前に、建物疎開でもって、撤去されて、そうですね、日本人の手で撤去されて亡くなっていました。でもこの建物を建てない、画面の中に入れ込まないと、鉄筋3階建ての大正や呉服店が描けないわけです。大正や呉服店は縦に長いわけですね。横に大きなフレームの中には、いろんなものが映り込んでくるわけですけど、この大津屋さんをとにかく、描かないことには、描けない。このカットが描けないなって気がついたわけです。写真がないのですが、たくさんの写真の中には、この店の看板の端っこだけ少し写っているとか、そういうことがあったわけです。それから、航空写真もありました。航空写真なんかで見て、平面系ですね。平面のプランを、確認して、どんな大きさの建物だったのかとか、確認して、とりあえず私たちが絵を描いてみて、それから、それを持って、広島の地元に行って、当時、そうですね、そこに住んでいた、その町に住んでいた、当時は子供だった人たちにたくさん聞いてみたんですね。もちろん、具体的に、こんな形だったかって絵を描くように説明できる人はいないわけです。もう70年も前の記憶だからです。ですが、いくつか、興味深い情報を得て、それで、どんどん絵を描き直していって、その度ごとにお見せして、こうだったか、どうだったかって聞いたんですね。でそれを、とりあえず描いたものを広島の、街の中のある施設に展示してもらっていたら、たまたまそれを、通りかかった人が見たんですが、その人は、その、大津屋さんの隣の、画面に映ってないフレームの外なんですけど、隣の廿日市屋さんの娘さんでした。そして、彼女は、自分の家のショーウィンドウと、隣の大津屋さんのショーウィンドウの高さが、どっちがどれだけ高かったか、という、すごく子供らしい記憶を残されていて、それから、そのショーウィンドウの前には真鍮の手すりがあった。なぜ覚えているかというと、私はそれにもたれたから、背中にその感触の記憶が残っているのだ。というような、貴重なことを教えてくださったんですね。それからその大津屋さんに、遊びに来ていた、大津屋さんの娘さんは原爆で亡くなったんですけど、その同級生の方も現れてお話を聞くことができました。そうやって、たくさん何回も繰り返し、少しずつ、そうですね、そのお店を知ってた方に、照らし合わせて確認を重ねて、今の画面が出来上がっています。